はい、本日はですね、視聴者さんが欲しい今年の冬のアイテムをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先日ですね、インスタグラムの方で、今年の秋冬何が欲しいですかということで、僕の視聴者さんに向けてバッと出させていただきました。そしたら皆さんから好き勝手な答えがいっぱい返ってきております。で、それこそね、ほんまにこれアンケート式とかじゃないから、もう好きなものをバンバンみんな書いてくるんですよ。ほんなんね、なんか指輪とかね、あとブレない自分とかね、経済力とかお金とかね、わけわからんこと書いてる人も中にはいてるんやけども、あとホームラン61本打てる腕とかね、ようわからんこと書いてる人もおるんやけども、まあ、その中でもやっぱり服が一番多かったんで、服でね、特にこの5つは多かったですよっていうのをご紹介していきたいなと思います。で、まあこれはベスト5っていうよりか、まあトップ5っていうかね、あのランキングじゃなくて、この5つが多かったっていうことで見ていただければいいかなと思うんですけども、最初にご紹介しようかなと思うのがこちらのですね、デナリジャケットになっております。ノースフェイスでも昔からあるジャケットというかフリースなんでね、まあ見たことあるよっていう方も多いかなと思うんですけども、これほんまにもずっと定番であるから、まあ1着はね持っときたいと思う方がいらっしゃったのかもしれませんが、これ一回着てみましょう。サイズはね L サイズです。僕は L サイズで着用してるんですけど、まあ、L で着用するとこんな感じですかね。まあもうワンサイズ上でも僕やったら A かもしれないんですけども、デナリ自体がちょっと丈短めなんですよ。まあなのでちょっとこうロンティーの方が長いかなぐらいな感じですかね。でね、今回ランキング入ってるのでフリースって、あんまりなかったんやけども、その中でも一番これデナリが人気があったような感じです。まあ、惜しくも今回入ってないけどもね、このレトロ X なんかもまあまあまあ人気はあったみたいなんですけども、レトロ X 自体があんま色の展開せえんでしょ。毎年同じような色になってるから、ちょっとみんな飽き出してるとまで言わんけども、あの、ま、目新しさはないっていうことで、ノースフェイスの方が結構いろんな色出てくるんでね、まあ、そういうところで人気があったんかなというのがこのデナリがまず一つ目ですね。でね、2つ目にご紹介するのがですね、こちらのアークテリクスですね。アトム AR ってやつが、人気がそこそこありました。はい、これね、アークテリクスはカナダかななんかのブランドやからね、サイズ規格がちょっと違うんですよ。海外向けのサイズなんで、これは、僕 M サイズで着用してるんですけどもね、こんな感じで着用しております。アトム AR は人気でね、いいんですけども、アークテリクスもよくあるんやけども、カラーがちょっと乏しい。あのカラーがねすごい綺麗なカラーっていうのが、なんか毎年あんまりないようなイメージで、どうしても黒買っちゃうんよと。でも黒ばっかりやね、アークテリクスはって言いながら、アークテリクス行ったら黒買うんですよね。だからそれぐらいちょっと色にちょっとうんっていうのはあるんやけども、アイテム自体はね、これはアトムエアロはほんまに使い勝手がめちゃくちゃいいので、僕も冬場になったら結構着ております。で、何がいいのって言われたらね、何がええかっていうと一言で言うと難しいんやけども、中間着において最高のインナーダウンやって僕は思ってるんですよ。だからアウターとしてのダウンは他にもいっぱいいいのあるけど、中間着こう中に着るとか、まあこれを1枚でも着ることもできるんやけども、中間着としてのインナーダウンやったら、インナー中綿やったら、もうこれ超えるやつって多分今ないんちゃうかなと思ってますので、まあこれがね人気である理由っていうのも、僕こんだけ熱弁してるから、特に視聴者さんもね欲しいと思う方多いんかもしれないんですけども、これは人気のジャケットになってるんじゃないかなと思います。そしてですね、次の、おすすめというか欲しいっていうやつがこちらですよね。まあバルトロですね。もうこれも毎年やから、ノースフェイスがこんだけ人気ちょっと落ち着いたと、2018年ぐらいがドピークですっごい人気でバーッといっとって、株価もすごい上がってたけども、まあ今最近ちょっと落ち着いたって言われてても、このバルトロはもう毎年人気じゃないですか。でも大体毎年似たような色出てるんですよ。赤とかね、まあ、茶色とかね、まあ、ニュートープなんか3年連続出てるんやけども、やけどもなんか知らんけど見ちゃうんですよ。これなんか知らんけども買えちゃうんですよね。それがバルトロの不思議な魅力やと思うんですけど、このバルトロもやっぱり人気がありました。はい、ということでね、バルトロライトジャケット、こちらは L サイズで着用はしてるんですけども、さすがにちょっと M はもうちっちゃいかもしれないですね。 M ちょっと着てみましょうか。はい、ということでね、やっぱりちょっとちっちゃいですね。丈がもうだいぶちっちゃなってるけども、まあ、太ったっていうのはね、めちゃくちゃあると思いますけども、これが M サイズで着ております。もうこれはね2017年に買ったモデルになってるのは、もう5年前のバルトロなんですけど、当時ねまだ学校の先生やっててね、これ着てね学校行くわけじゃないですか。ほんならね、なんなんそのモコモコのダウンジャケットって、まだバルトロとかもそんな人気じゃなかったから、雑誌とかでチラッと載ったけども、そんな今ほど人気じゃなかったから、なんやそのモコモコのダウンジャケットとかってよう言われてたんやけども、今となってはそんな言ってる人が着てるんですけどもね。まあそういった人気 あのダウンジャケットっていうのは、こちらバルトロジャケットになってるかなと思います。で、今年のカラーもねこちら出てると思うんですけども、結構いろいろ出てはいるんですけども、やっぱりあのバルトってもともと着膨れしやすいというか、こうでかくなりやすいので、まあ、黒とかは結構細めに見えると思うんですけど、明るめの色やると結構バンって主張のね、あの、まあ、いい意味で言うと派手な感じの、雰囲気にできるというかジャケットになってるかなと思いますが、まあ、バルトもねいろいろあったんですわ。2020年ぐらいに綿が減ったとかね、綿変わったとかね、生地変わったとか、なんかいろいろな話もあったんやけども、それはメーカーは公表しないからね、僕らが勝手に言ってるだけというか、僕らというか視聴者さんとか
一般の人が言ってるだけやから、ほんまに変わったのか知らんけども、一応いろんな説はありましたけどもね。まあそれでもまあ人気があるっていうのがバルトロで、その次に人気があったっていうか、あのトップ5の4つ目っていうのがこれね、泣く子も黙るヌプシ、これを持ってれば冬のダウンジャケットは必要ありません。それぐらいもう完成された一品でございます。これはよう着てるから、ちょっとこっち着てみましょうか。これね、僕ねサイズちょっと間違えて、あの海外サイズの M なんですけどもね、まあ、海外ノースフェイスやから M で俺いけるやろうと思って買ってたんやけども、ちょっとちっちゃかったです。海外モデルでもあのヌプシ自体がちょっとこう形ちょっとちゃうんですよ。同じヌプシやのにアメリカモデルになるとちょっと丈短めの横大きになるし、同じヌプシでも日本になったらあのちょっと細くてもうちょっと長いんですよね。だからそういうのも海外とかによって若干違うんやけども、これコノハ柄って言って、確か2021年に、購入したモデルで、なんか日本のノースフェイスからも若干実は出たんですよ。だからあの持ってはる方、日本モデルを持ってはる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕はこれ海外モデルの、M サイズを着用しております。でこれに関してはね、嫁と一緒に着たりしてるから、もう最近嫁があのずっと着てるんですけど、ヌプシはねあの男女ともに人気のある、ジャケットかなと思いますので、まあ、その辺でいいかなと思います。あ、今気づきましたけどね、袖口のベルクロがやっぱ違いますね。素材使ってる素材が、この袖口のベルクロね、日本のモデルは少しいいモデルなんやけども、海外のモデルは少し安い方のベルクロを使っております。これちょっとね安い方なんですよ。でこっちがスポーツとかアウトドアで使われるこのもじゃもじゃのテンパの方のねベルクロなんやけども、こっちのあのモコモコしたやつはちょっと安い服とかに使われるやつなんやけども、ちょっとコストカットしとるな、おいおいおいアメリカさんよ言うてますけどもね、まあ、そんなことはあんま言わんようにして次のジャケットに行きたいなと思います。次はですね、最後5点目というのがですね、こちらラオジャケットというジャケットになっています。なんやったらアンケート皆さんいただいた中でも、正式名称マウンテンジャケットっていう風に答えてくれた方もいてれば、ほとんどの方がラオウと呼んでおりますのでね、これはもう僕のチャンネルでしかもう、あの放送できひんねんけども、まあ、ラオウジャケット着ていきたいなと思います。はい、ということでいかがでしょうか。こちらが L サイズで着用しております。これもね今年買った最近買ったやつなんですけども、嫁がこれをパッと見てですね、え、すごいいいカラーじゃん、私も着れるじゃんって言ってたんですけどね、いやサイズ L やから無理無理って言ったんですけど、彼女はこれを こっそり着ようとしてますのでね、ちょっとあの取られへんように気をつけたいなと思うんですけども、今回この5点がね特に人気がありました。まあ、他にも出てるアイテムちょっとちらっとご紹介していきたいなと思うんですけどもね、他にもお声があったっていうのが、例えばマウンテンダウンジャケット、これですよね。このジャケットも、そこそこ人気がありました。そして他にも人気あったのがこのノースフェイスのマウンテンライトジャケット。もうマウンテンライトジャケットもう何着も買ってるから言わんといてくれ、 言われたらねついつい買っちゃうんですよ。みんながね、いやマウンテンライト欲しいんですよねって言われたらね、もう僕いっぱいあるんやけども今年の色買っちゃおうって言ってまた買っちゃうからね、ちょっとみんなもうマウンテンライトやめてくれって思ってるんやけど、マウンテンライトジャケットで他に人気のあったっていうのが、やっぱりレトレックスも多少は入ってましたけどもね、さっきも言ったけど、まあまあそんなにって感じかな。で他にはこのね米軍で使用されているエクワックスっていう、フリースですね。このポーラーテックを使ったフリース、これもね欲しいよっていう方がいらっしゃったんですけども、これもなんか偽物や本物やとかいろいろあるらしいんですけどね。あと数点ご紹介しますね。これナンガの、ホワイトレーベル、ちょっと別注モデルになってるんですよ。特別モデルなんですけどね、これもね欲しいっていう方がいらっしゃって、これ確か北海道の店舗でしか売ってないからオンラインで僕買ったんですけどね、オンラインで買ったりとか、あとまあバブアーとかね、もうバブアー僕家のクルーズで 寝てますわ、また出したらなあかんけど。でカナダグースとかね、あとハーレーダビッドソンとかね、あと水沢デサントのね水沢ダウンが欲しいとか、モンクレールのダウンジャケットが欲しいよとか、あとはねジャパンメディアの黒のパンツが欲しいよ、僕今履いてますがな、この黒のパンツ履いてますがな、これね欲しいよって言っていただいたりとか、あとね2人ぐらいはね休暇が欲しいってことで、そんなもん勝手に休んでください。その無理しちゃダメですよ。無理せんと会社に言って休むようにしてくださいということで、皆さんの方からいただいた今年の秋冬欲しいものっていうのをねご紹介させていただきました。ちょっとこれからね冬場はね、アウターとか結構お金かかってくる時期かなと思うんですけどもね、いいものを買っておけばねこう長くずっと使えたりとか、さっきのホワイトレーベルもそうですけど、これも2年も前に買ったやつなのにこんなにまだふわふわなんですよ。だから5年とか10年とかもう楽に持つと思うんですけど、10年これもし持ったらもう買った時これ9万とかしたんですよ。9万してるけど10年持ってみてくださいよ。1年9000円ってことで、もうそれはほぼタダなんですよ。9000円で買えるんやったらほぼタダと思っていただいてもいいかなと思いますし、このモンクレールもね高いですよ。20万するんやけど20年着るって考えたら1年計算で1万円じゃないですか。1万円ってことは1ヶ月で考えたらだいたい800円ぐらいですよね。ほんなもうほぼタダなんですよ。それもタダになってくるってことなんで、まあ、そういう風にしてね、まあ、長く着るっていうのも一つの考え方やと思うし、安いものをコロコロ買えるっていうのも一つの考え方やと思うんですけど、まあ、このチャンネルに関してはどっちかというといいものを長く着ていって愛着持っていこうっていうことで、そうすることがサステナ
ナブルにもつながりますよね。いっぱい服捨てていっぱい作らすっていうのじゃなくて、いいものをとにかく長く着ていく、まあ、これは素晴らしい考え方じゃないかなということで、最後噛みましたけど終わりたいなと思います。ということでですね、本日は視聴者さんが選ぶ今年の秋冬欲しいものを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。